分かってたわ。やっぱりここまで探しに来たのね。出た！妖怪の仲間だと思ってたのに、あいつらはお前を見たことないって言ってたぞ。お前一体誰なんだ？なんでオイラたちを脅かすんだよ。言ったはずよ、話しかけるべきじゃないって。いい加減に離れないと。今は小道具とかないよな。動かない方がいい、君のためにもね。そんな妖力じゃ僕たちを脅かすことはできないし、君の消滅を早めちゃうよ。妖力？なぜそのことを。物を拠り所に生まれる妖怪は本体以外にも人の姿に化ける。本体の近くにいれば多少妖力を使えるけど、本体から離れすぎると力は衰えちゃうんだ。そして本体が壊れてしまったら、それを拠り所として生まれた妖怪も消滅してしまう。物霊とでも言えばいいかな。それともつくも神の方がいいかい？ややこしいことはいいわ。自分の名前がある。羽生田千鶴よ。千鶴、なんでオイラたちに離れてほしかったんだ？お前も妖怪だったら、一つ目小僧たちの考えを理解できたはずだろ？それに、一緒に秋津遊戯を遊んだ時も楽しかったぞ。なんだか物語に出てくる。カマイ様と侍になったみたいで。そう。だからこそ、君たちにもあんな悲しみを味わってほしくなかったの。悲しみ？どういう意味だ？妖怪たちから、カマイ様とモノノフが知り合うお話を聞いたわね。あの話、本当は続きがあるの。彼らの知らない続きがね。出会った時、モノノフはおよそ25だった。10年後、再会した二人は、すぐにまた意気投合した。飲み、遊び、磨き合って。はじめはただ気の合う仲間同士だった二人が、互いを思い合う親友になった。そしてまた10年、モノノフの剣術は極まり、なんと試合に勝つことさえあった。カマイ様は驚いて、酒を断ち、修行をし、再戦に燃えていた。でも次の10年目、人は約束を守れなかった。南で起こった戦に、駆り出されていたから。妖怪にとって、10年など一瞬。カマイ様は気にも留めなかった。けれど次の再会の時、カマイ様は目を疑った。モノノフは弱い65で、傷だらけ、白髪だらけだった。おい、小僧、まだ剣を握れるか？自分は年じゃ、もうそれには答えられん。こたびは、別れを告げに参ったのだ。そうか。秋津羽遊びにもう一度付き合ってくれるか？それもよい。モノノフは全力を尽くしたけれど、衰えた体力のため早々に退場となった。カマイ様は羽子板を置いてしばらく黙り込み、長いため息をついた。実に遺憾だ。実に楽しみという言葉から実に遺憾まで、たったの数十年、釜井様の要望が変わることはないのに、
目の前にいる旧友は老け込んでいく。出会った時の喜びも最後には遺憾という名の毒薬に変わってしまった。傍観者の方が冷静だと言うけれど、この一部始終を目撃した私は残酷なことに気づいたの。失望と悲しみは最初から起こる定めだった。私たちは人と寿命が異なれば性分も異なるけれど、同じ土地で生活している。お互い触れ合い惹かれ合って、それでも最後には別れが訪れるの。夢から目覚める時に残されるのは永遠の思念とどうしようもない苦痛だけ。見識の広い大妖怪でさえこうだったのよ。単純で善良な普通の妖怪たちが別れの時に味わう悲しみはいかほどか。だからお前はこの砂浜に身を潜め、最後の日が訪れる時を待っていた。彼らがたまたま秋津幽霊をここに置いたせいで、私は長い眠りから呼び覚まされたの。釜井様と人のものの負の話を聞いたからといって、無限の期待と熱情を抱いたまま人と触れ合ってほしくなかった。だって二の前でしかないもの。だからあんなおかしなことをしてここに来る奴を脅かそうとしたのか。前浜辺に閉じ込められた人もいたらしいけど、あれもお前なのか。なんでそいつにだけそんなひどいことしたんだよ。私の力はもうだいぶ弱まっているわ。ほとんどは集めた道具で人を脅かすだけだったけれど、人が多い時は姿を現しにくくて。でもあいつは欲するものをむさぼり、悪ことを知らなかった。秋津幽霊の置物を盗み去り、高い値段で売ろうとした。だから妖力を使ってあいつを懲らしめたの。そうだったのか。お前って意外と正義感があるんだな。そういえばあの釜井様と侍の話、お前はどうやって後半の内容を知ったんだ。答えたくないならいいよ。僕には分かったからね。君の正体はこの羽子板だろ。羽子板？あ、まさか。数百年前、妖怪釜井と人間の侍が秋津羽遊びで使った羽子板。強い妖力の影響を受けてそこに意識が芽生えたんだ。彼らの物語を一番近くで見届けたのは君だった。数百年の時が過ぎ、妖力による守りも虚しく、羽子板本体は朽ち果てる寸前。自身の存在すらまともに維持できない状態じゃ、小道具にでも頼らなくちゃ人を脅かせはしない。それから僕の推測が正しければ、この羽子板が三戦目の目標。まったくその通り。実に面白い推理じゃった。わっぱたち肝試し大会三戦目の勝利、おめでとう。巫女、それに巫女のお姉さんまで。失踪したわけじゃなかったのか。ごめんなさい、八重様のご指示でして。どうじゃ、驚いてくれたか。恐怖が未知によるものであれば、局面も混乱すればするほどよい。そしてとうとう主催側の者までが謎の失踪を遂げる。これでこそ肝試し大会じゃ。やっぱりわざとオイラたちをビビらせたのかよ。瞳、まず戻って他の者に肝試し大会の終了を知らせよ。優勝者はもう決まった。真相もはっきりしたことだし、僕も依頼人に会いに行こうかな。窃盗未遂、確かにさほど重い罪じゃないけど、罰さないってわけにはいかないし。二人とも、じゃあね。そういえば、巫女、羽子板を
目標として選んだってことは、千鶴のことを前から知ってたのか？巫女、八重様、あなたは。とある年の三千花祭り、わらわは狐西宮様の傍らで秋津羽遊びをなさっているのを眺めておって、あの時何時を目にしたんじゃ。当時は確か人の姿はなく、ただ意識を持っていただけじゃったがの。思い出した、あなたは狐西宮様の肩に乗っていらっしゃった。あの、先日わらわは浜辺で散歩していたんじゃが、この近くに懐かしい妖力を感じ取ったんじゃ。妖力はかすかなものじゃったが、何時を見つけた。何時は木の上に座って遠くにいる旅人を眺めておった。我慢しろ、人と関わるな、そう言って自らを戒めておる。小さな声が聞こえた。いつかしら。あなたに全く気づかなかった。何時はそこまで力が弱っておるんじゃ、気づく方がおかしい。本当はずっと自分を責めておったんじゃろ。何時は心の中で、釜井と侍は秋津羽遊びで知り合うたのじゃから、自分も関係がないとは言い切れぬと負い目に感じておった。当時私はまだこのように人になることはできなくて、ただ朦朧とした意識しかなくて、二人が三千花祭りで知り合った時、私はとても誇らしかった。だって彼らの物語に姿を残せたんだもの。別れの後、釜井様はよくため息をつかれていたわ。私は心の中で自分を責め、こらえきれず隠れてしまった。そして再び目覚めた時、世界はすでに変わっていた。八重様、あなたは有名な大妖怪なのでしょ。私の知らないことをたくさん知っているはず。一つ伺いたいわ。一つまた一つと出会いが増え、同じだけ別れが増える。束の間の時はあっという間に通り過ぎ、残るのは失望と辛さだけ。私たちと人との出会いに本当に意味があるのかしら。なぜないと思う。何時と旅人は共に秋津遊芸をしたんじゃろ。どんな感じじゃった。とても楽しかった。でも理性がそれを間違っておると言っておる。そうじゃな。じゃあが、何時の言う釜井と侍の話にはまだ続きがある。そんな、釜井様と人のものの不安、もう二度と会わなかったはずよ。しかし話はそれで終わりではなかったんじゃ。侍の名は柳橋拓と、奴は騒乱一心流創始者というもう一つの身分を持っておった。奴はその剣術を釜井と切磋琢磨するうちに悟ったそうじゃ。そして三代目師範の富永正成も釜井と親しくなった。500年ほど前、釜井は富永と肩を並べて最後まで戦った。その時富永が使った刀は柳橋から伝わったものじゃった。釜井が抱えていた遺憾の思いはその時に消え失せたんじゃ。そうだったの。わらわたち妖怪は確かに人とは違う。わらわたちにとって人の寿命は短すぎる。最後にはいつも通りすがりのものとなってしまう。じゃが、出会いによって生まれた縁日というものはそこで途絶えることはない。また新しい形で受け継がれていくんじゃ。戸惑うことはない。幸運矢のごとしだからこそ見逃すことなく楽しむ。今の何時にならわらわの言っていることがわかるじゃろ。おーい、サイコロたち、いっと、なんで
ここまで来たんだ。人々から事の経緯は聞いたぜ。それにお前がこの肝試し大会の最終決戦に勝ったってのもな、こいつの正体だって知ったぜ。だから俺様は他のやつと話し合って。ん？お前この間の狐女じゃねえか。なんでここにいるんだ？わらわのことは気にするでない。何を話し合ったんじゃ？よく聞け。肝試し大会の終了を祝って一緒に三千花祭りをやることにした。俺様は考えたんだ。妖怪たちの妖力だけじゃできねえかもしれねえが、俺様が参加すりゃ問題はねえ。俺様ある時天下百鬼の王イットがみんなを率いて最高の三千花祭りをやるぜ。さすが新滝様。おお、本当に大丈夫なのかよ。そりゃどういう意味だ。今回は俺様だけじゃなくて他のやつも手伝ってくれる。アヤトの兄貴まで来てくれたぜ。今はみんな準備してる途中だが、もうちょっとすれば祭りの完成だ。お前らは遊ぶだけでいいぜ。アラトキ様最高。祭りと言われればわらわが行かぬわけにも行くまい。ああ、祭りを回るのは久しぶりじゃ。出てくる時に酒を持ってきてよかったわ。イットのやつ、たまには頼れるじゃないか。ひひ、祭り、うまいもの、オイラの出番だぜ。ええ、君たちさえよければ。祭りはもう始まってるみたいだぞ。早く行ってみようぜ。あとちょっと。だんだんコツつかめてきたんちゃ。もうちょい頑張れ。だんだんこ、し、いざ。少し休ませてくれ。たくさん買っちゃったな。帰ったら整理しないと。裏臭い様のような大妖怪になりたい。さすれば本物の三千花祭りを作り出せる。時間さえありゃ絶対ここに超でっけえ釣り堀を作るんだがって言ってたところだ。釣り、渡積島では直接水に潜って魚を捕まえていたな。魚を捕まえるより釣りの方が絶対楽しい。俺さんは釣りの達人だぜ。この前も超でっけえ魚が釣れて
大きすぎて処理に困ったぐらいだぜ。それで八重堂にまで手紙を書いたんだ。そんな悩みがあるなんて。そんなにでっかいやつなのか。なんで教えてくれなかったんだよ。オイラが食べてやったのに。ん？八重堂に手紙？そうだ、俺様は月刊漢字に投稿してひなさんに相談したんだ。ひなさんってのは本当に優しい人で、すぐに返事をよこしてくれた。奇遇だな。俺も普段そこで副業をしてるんだが、この間たまたま似たような悩みを受けた。ん？超でっけえ魚が釣れたって悩みか？まさか、まさか釣りで俺様と互角に渡り合えるやつが存在するってことなのか？ダメだ、こうしてる場合じゃねえ。お前ら先に祭りを回れ。今日はもっとでっかいやつを釣られと。釣れたら魚の宴をご馳走してやるよ。あとちょっと。紐が切れちゃった。難しいな。ヨイミヤ姉さん、本当にヨーヨーって釣れるの？心配しんとき、うちの秘訣を伝授したら。見抜いて素早く、これに限るで。ヨーヨー釣り、娯楽小説で読んだことあるぞ。試してみ。片っぽの目一つ閉じてちょんと見定めたら、うまい具合に素早く釣るんや。見るからに難しそうだぞ。旅人にやらせよう。オイラたち3人いるから、少なくとも3つ釣ってくれないとだぞ。でもヨイミヤ姉さん、僕が目を一つ閉じると何にも見えなくなるよ。ラーメン、おいしい。そうですね、久しぶりにいただきました。あ、彩香は普段ラーメンをあまり食べないのか？あんなにおいしいのに。あ、あなたたちでしたか。すみません、ラーメン2つ追加でお願いいたします。脂っこく塩分も多いからと、周りに食べる機会を制限されてしまうのです。ラーメンも鍋も普段はいただきません。大変ね。うんうん、だから彩香はケーキを鍋に入れたんだな。はあ、それは忘れてください。ふう、お腹いっぱい。少し眠い。せつ、少し寝る。そういえば、昔の妖怪たちの祭りには何か特別な出店はありましたか？話せば長くなるけど。一つも釣れなかったなんて、お前の腕も落ちたな。まあ最後は千鶴が一つ釣ったけどな。それも一つ目小僧にあげちゃって。欲しそうに見えたから。オイラも欲しいぞ。じゃあ今度もう一つ釣ってあげる。やった。旦那、これはいつもと比べて高すぎるでしょ。祭りだからってそんなに値段を釣り上げない方がいいよ。露店を出すのにもお金がかかるんだ。ちょっとばかし高く売らなきゃ元が取れない。じゃあお面を5つ買うから3割引きしてくれるってのはどう？ダメなら今回はいいや。はいはい。
暑い。干からびそう。そんなに近づかず、もっと後ろに行った方が良いでござる。わかってるけど、普段はこんなに綺麗なかがり火を見ることないもん。一番近くで見ていたい。この世には美しき風景が山ほどある。そう焦らずとも、祭りはまだ長い。まさか妹子にまで教えていなかったとは。あの様子じゃさぞ驚かせたじゃろう。ここで何が起こったのか事前に教えると面白くなくなってしまいますから。友人がそばにいるのですから、怖すぎるということもないでしょう。少しばかりびっくりする方が、あの子も普段溜め込んでいる緊張を緩められていい。今回の計画は実に順調じゃったの。何も知らぬ者たちが慌てふためくのを見るのは実に愉快じゃ。それは私も同感です。ミコ、アヤト、お前らの笑いって怖いぞ。うん、祭りを回り終えたのか。では楽しかったか。すっごく楽しかったぞ。本物の三千花祭りは今よりも100倍にぎやかじゃった。でも何時らが言っても今ほどは楽しくないかもしれん。友人と回る祭りの方が楽しい。そうじゃろ。ええ、ありがとう。ほれ、わっぱに何か言いたいことがあるのじゃろ。もう邪魔しないでおこう。そうなのか。なんだなんだ。また見抜かれるとは。何でもお分かりのような気がする。何でもわかるのではない。ただわらわにもそんな経験があっただけのことじゃ。あ、旅人、今時間はあるかしら。ちょっと浜辺で二人きりで話したいの。別れもまた祭りの一部ですね。別れのない宴などないからの。はあ、ここにしましょう。ありがとう、付き合ってくれて。実はね、初めて自分が人に化けられるって分かった時、すっごく嬉しかった。羽子板の化けた妖怪は祭りから生まれた妖怪だもの。生まれつき賑やかさが好きだった。祭りに参加したかったし、人と友達になりたかった。他の人と秋津遊芸を楽しみたかった。でも夜が更けて人が寝静まる頃、思い出してしまうの。老いた者の符が羽子板を置いた時の苦笑いや、孤独な釜井様が酒を飲みながらため息をつく様子を考えたわ。もし私が人と友達になったら、将来あの方と同じような悲しい表情を浮かべることになるんじゃないかって。だからいけないと思った。絶対に同じ悲劇を繰り返してはいけないって自分に言い聞かせたの。ごめんなさい、初対面の時からわけのわからない話をして驚かせたでしょ。君はびっくりして逃げるかと思ったのに、2回目に会った時は何事もなかったような顔をしていた。妖怪たちの仲間だと勘違いされてるのが分かっていたのに、そこには触れず君と秋津遊芸を遊んだ。そうね、私もよくわからないわ。でも多分私はずっと釜井様のように人と秋津遊芸を遊びたかったから。自分の残り時間が少ないって分かってたから、きっ
とこのまま孤独に去りたくなかったんだと思う。とにかく一緒に遊んでくれてありがとう。この前の秋津遊戯、パイモンちゃんは負けた人に自分の願いを一つ叶えてもらうって言ったわね。あの時私が願ったことは、もう二度と私の前に現れないでってことだった。結局あなたたちは私を見つけ出したから願いは叶わなかったわ。だからもう一つ新しい願いを言ってもいいかしら。そうね、じゃあ私を覚えていてほしい。いいえ、一つだけならこれはやめておきましょう。よく聞いて、私の願いは今後も君の旅路が祭りのように楽しいものでありますように。